皆さんこんにちは速習、えー、コースで何が何でも今年卓研合格というタイトルですね30分程度お話しさせていただきますレック専任講師の水野と申しますどうぞよろしくお願いします えー、さて、えー、これからですね、うんまあ、ついにです、ね、あの言語が変わりまして、ね、令和元年、うん、初めての宅検試験そして皆さんは初めての令和初めての合格者になろうというね、えーまあ、こういう目標でこれから頑張っていくわけですが、まあ、なぜあ問いもあれねまずちょっとレジュメをご覧いただきたいんですけどね即週コース何何が何でも今年受かんないと民法が、ね、大幅に変わるんですね。 で大幅に変わるってどれぐらい変わるかというといやかなりやっぱりいじられますね。うんでそもそもねちょっと数字が変わるとかその程度だったらいいんですけどもう抜本的に変わってくるよねところもありますのでやっぱりこれね例えば今までねちょろちょろちょろってやってたような方は今年絶対受かるってもう決めてやっちゃいましょうよ。うんそうしないとねきついですよ。であとはまあ今年初めて受けるって方もこれね今年受かんないで来年になるとね来年オリンピック があるんですよねねちょっっとオリンピック楽しもううぜっていう、ね、来年オリンピック楽しもうぜそのためにも今年受かるぞとだから今年はもう皆さんが頑張って周り家族とかね、うん、親戚とかね友達から応援されるでも来年はオリンピックで応援する立場になろうみたいなねそんなようなお話はちょっと置いといてえとりあえずこのどうししやじゃあ合格するのって話をしま,す、はい、まず今年合格すると決意すること。 そうなんですあのー、宅研試験はまずあの10月の第3日曜日で2019年は10月20日の予定ってまあこれほぼもう確定なんですけど10月20日にをやるんですよ1時から3時の間で,でもうこの皆さんのこれからの人生のうち宅建試験を受けれるるチャンスはは何度もあるはずです食植中の大事な部分を担う試験なんで、えー、これがね何年後かになくなるかはないですよ。 おだから前ね取引主任者だったのか死になるというね名前が変わったりとかそういうのはあるけどもう絶対なくならないですから一生に何度も受けれますよただ合格するのは今年って決めてください今まで何回か受けてても今年で終わりんえ今年初めて受けんだったら今年で終わりん一発で受かる決意するこれ合格したいなとかすればいいなっていう程度でやってるとねやっぱりね難しいんです最近の武輔は。何が違うのと。 するとか言ってそんなそんなん自分は決めることじゃないでしょと違うんですよ。絶対合格するこの決意なんですよ。あの合格したいなじゃあなんでダメかというと例えばですねまあ直前になるとねやっぱ模擬試験とかなんです。で模擬試験になりあとはまあ、うん、そうですね年度別の過去模試で自己模試みたいな感じでね、うん、50問でやっぱり本番と同じような予行演習はやっぱり何度かちゃんと試してやった方がいいんですよ。 じゃあその時に、ね、あまりいい点が取れない例えば2週間ぐらい前にじゃあもしやりましたで自己もしやりましたその時に25点、うん、50点満点で25点どうですか25点って、うん、あのー、2週間前に25点って私別にそんなひどくないと思います。うん、そんんななひどくないと思うんですよだって25点ですよラスト2週間でガーン伸びますから。 うん、ところがね、五十点満点で二十五点とかだと、これ、ね、諦めちゃうというか、ダメかもって思う人がやっぱり、ね、多いんですね。なぜかあ。それはね、多分ね、意外と早くから頑張ってるのに、なんかこの二週間前に二十五じゃ、もう今年は無理だみたいな。でね、だいたいね、宅建試験受けるって周りに言ってて、今年無理だってなると、そういう人どうなると思います。うん、まずね、体調が悪くなるんですよ。体調が。頭が痛くて、最近とか。 口が痛くて喉が痛くてケツが痛くてみたいに、ね、だんだんなんかね体調悪くなってくるよ。なんで体調悪くなるんだ周りにね落ちたルそうするとやっぱりこうなんですかね落ちた時にね「お前体調悪かったからな頑張ってたのなかわいそうにな」みたいに言われたいんですかね。うん こほんと痛々しいっすよもう周りからしたらまた出たまた出た試験直前のなんか病気みたいだだいたい言い訳なんですよねだとねもっとよくあるのは残業がねすごくなるんですよもう試験前になるとね仕事やったらやりだすんですね残業しだすんですね用もないのにのやっぱり残業で忙しいとお前直前期残業で忙しかったからな

ええ、でそうするとねやっぱりね2週間ぐらい前に例えば25点挽回できるんですよ全然19点挽回できるんですよいや本当にね直前の模試のところでねいや18点とかでも逆転してるんですからね去年なんて合格ぐらい37点ですよすげえ高いんですよねただ結構基本的なことが多かったから何、ええまあ、ですか簡単じゃないんです合格点から高いということは簡単じゃないんですだけど問題自体は素直だったんですよだからね17点です 二週間前で、二週間前のもし十七点の人が三十九点で受かったんですよ。すごくないですか？うん、相当直前期もう目もってましたね。吐きそうみたいな。うん、吐いちゃえじゃん。吐いちゃえよと。吐いて強くなるんだと。酒と一緒だと。まあ、吐いて強くなるんだ。過去問やって吐いて吐いて吐いて。白幕って頑張れみたいなね。うん。まあそんな感じでかなり精神的につらかったと思いますけどね。受かるんですよ。 うん合格するって決めたらそれぐらいのことはできるんですよすればいいな合格できたらいいなだと諦めちゃうんですよこれがいけないんですよまずは絶対やるこんな話で5分もしてしまいましたでも一番大事なことです、えー、合格できればいいなってやるぐらいだったら今年は無理なんで、えー、ゆっくりした方がいいんじゃないですかうんロビオリンピック見て、えー、ゆっくりした方がいいんじゃないですかそしたら来年もダメでまた来年でベテランになっていくんですよ宅検ベテリえー、宅検でベテランっていうのはかっこよくないですよ うん、ベテランというのはやっぱりね精神的な柱だし、えー、チームの柱みたいなねなりますけどタケベテはみっともねえだけですからねですか今年絶対受かる決めてやるほんでちなみに合格年間のデータがあって合格ラインはい三十二三十三十五三十六三十七と大体、うん、合格率一緒なんですねそうタケ試験は何点取ったら合格かないんですよねもう自分との戦いですよだから去年のとこもう三十五点きたー受かったーと思ったら合格率三十七みたいなねうんあの去年は 問題が素直だだっったた取りやすすかっただからです逆に31点この年民法がねもうねまあ私はこういう年の方が好きなんですけど、ね、なぜなら民法は考え方だと思ってるんで、えー、覚えてポンなんてなくて当たり前なんで現場の思考力でやるとこれこの年だって別に私の受講生で40手後ば結構いましたよ。だって感覚でかんかん考え方でやればいきますもん。 うん、知識で覚えてポンだと見たことない知識で過去に出たことない知識だからだから勉強のやり方って結構やっぱ大事でえ受かると決めて絶対受かると決めてやる、うん、そうすると受かるんだけどやっぱりこの得点を難しい時にもちゃんと取り入れるようにするそこがやっぱ講義というか考え方でやることなんですよね。うん、であとはここねあの試験日まであと何日っていうのはこれはもう別に今日話す内容じゃないです。 この日はもうあと百日だよと。と七月ぐらいだとまだ結構ね、まだまだ先だなあなんだけど百日。でちなみにタケ試験ってどっか書いてありましたね。どっか書いてありましたね。ええー、どこだっけだあ。あったあったあった。一番最後の四番のところ。試験合格者には、はい、約三百時間の学習が必要と言われてますと。これね見たことある方もいると思います。タケってどれぐらい労力かかな。三百時間。でちなみに三百時間というのはそうですね誰が決めたか知りません。 までも平均的にはこんなもんだって言われてるんですよ。うん。じゃあ平均なので50とか100とかで受かる人もいるんです。2000、3000やっても受かってない人もいるんです。じゃあどういうところで変わってくるのかねっていうそんな話でございますね。うん。じゃあです。まず皆さんは試験日までこれ目安にしてね。あこの日だとあとこれだけなんだと。うん、でちなみに100日前からもし始めるなったらどうです？3時間ですよ。300時間って。 100日前7月12日から毎日毎日3時間毎日毎日できますできる人もいるんでしょうけどね仕事もあるし夏休みもあるんですよね旅行とかの予定なんですよねそしたら相当時間一日あたり割かないときつくないですかうんそれ考えたらなるべく一日でも早くやった方がいいよっていうまあちょっと意見脅しみたいな感じになってますねこれね、うん、早くやれよもう早く始めろよ思い立ったがきついぞっていうのも言いたいんですで次のページで、はい、勉強の方法勉強 試験に出やすい部分を集中的にという当たり前のこと言ってるんですけどねただね当たり前のことなんだけど当たり前じゃなくなる人がいるんですよこれです卓研試験の試験は本当に広範なんです短時間で合格狙うなら試験に狙わせる場所を集中して学習満点を狙う勉強をしないことこれ本当に肝に銘じてくださいね満点を狙わないこれね分かってもらえないと本当に受かりづらくなるんですよ あのこれやっぱり容量がいい悪いっていうところにつながるんですけどまず卓研試験ってこう全範囲があるんですね試験実施団体が入るあの出題するしうる範囲でこれをじゃあ全体の10としますここから出るよっていうすごい広範囲の大風呂敷広げるんですよ。 で宅建試験って国家試験の登竜門と言われててえ税金とか民法もあるし、ね、区分所有法というマンションの法律もあるし不動産登記法とか区分所有法というそういう専門的な知識もあるしえそして法令上の宣言とかしかもなんか建物の話とかものすごく多岐にわたるんですね分野が、うん。ものすごいだだっ広い部分から出てくんだけど範囲が狭い大麻狭いとかそこが浅いんですよ。うん、じゃあ もし満点狙おうとしたら、え、今までかって出た過去もはすべてのあの当たり前で。それプラスアルファ、すべての範囲を全部網羅しないと満点狙えませんよね。じゃ、その十の範囲って、ものすごーいんです。もう宇宙のように広いんです。じゃ、実際宅建試験出てるのって、合格点プラス三四点はここです。うん、まあ、大きめに言っときましょう。二から三、二割から三割。 パレートの法則っていうのを聞いたことありますか。別にそのパレートの法則なんていう言葉は覚える必要はないんですけども、要は大事なところって十あるうちの二割ぐらい程度だって言われてるんです。二割、二割の部分。 うん、だから例えば会社が利益を上げるのって大体2割の人がなんか売り上げ上げてるっていうね何かそんな大事なところってなんか2割なんですで、ね、十10のうちの大体どんなものでもじゃそうすると宅建球式も当てはまってまあ2割とか言うとなんか随分少ねえないようになるからちょっと大きめに3割2から3って言っときますがいいですこの10ここから出るよーって範囲から実際使われるる出てくる知識は2から3ぐらぐいなんですよそれ以外のところ10箱を澄みつつくようなところも過去出てはいるんです。 初めてだ試験に今年出たのはとかね、うん、いやこんなの10年に1回でしかも難しすぎるっていうそういう知識も出るんですよ。じゃあです満点狙う勉強というのは全部やることですよね。全部やることですよね。はい全部やってできるんですか3ヶ月とかで。無理です。あの無理じゃあ無理とは言い切りません。もし皆さんが大天才で 見たら一瞬で覚えて二度と忘れ合うようなそんな素晴らしい脳の持ち主やったら全部やれば満点近くで受かります、うん、でも普通無理なんです仕事をしながら家事育児しながらえしかも普通普通に普通にえ暮らしていたらやっぱりでで全ててを過ぎ込めるなんて無理なんん無理すよでしかも一回見たらすぐ覚えるなんていう人は無理なんですよいないんですよ、うん、いたらすいません こんなの消してて早くくやってください私のこんな DVD ウェブ見てないでも決消してやってくださいもうその方がもったいないですよこの時間が時間時はかなりののすぐ消してやるえだけどいや確かに覚えにくいよな全部覚えられないよな理解も難しいよなっていう方はよく肝にを感じてください満点狙って勉強するこれね完璧主義者なんですよで完璧主義者っていうのは真面目だからいろんなことやるんですよ で真面目だから真面目だからなんか結構で,、まあ、できないことはないんです仕事とかもね、うん、お勉強もねだけど合格はしにくいんですよなんでかというと真面目だから完璧主義だから全部やる全部やると二課さんがぼやける二課さんがぼやけるとこうなるんです。満点狙い勉強する問題見て全然見たことない問題はないなところがどっちかな二課んかなどっちかなに二だ裏書かれたみたいに要するに。 一つに絞りきれなくなくるんですよ結局何が言いたかったら全部やややるるる漠然とさんんんんがぼぼけけででですぼややんですすその結果点数出ないんですだから難しいことは意外と知ってんだけど本当に基本的なことはぼやける。うん、宅球試験でいうとなんか権利とかね税金とかねあの制限とかで、ね、難しいこともできる細かいことも「えー、こんな問題できたの?と」と、うん、でも本当に基本的な行法で間違えるみたいなそういうパターンなんですよ。だから受からないんですよ。 これ,はこれは真面目で完璧主義者でできる人間だと思いきや逆に容量悪いい試験的には向かない人な人んですよおだけど合格しなきゃいけなかったらじゃあどうするか自分の価値観を捨ててください満点だろなんて絶対やめてください満点狙えば合格すんだろうとしねえから、うん、満点狙うとぼやけんですよニカさんが皆さんが本当に大天才だったら満点だらってやって全部覚えられたら満点で受かります、うん、でも大天才じゃないわけでしょ な、えー、いって決めつけちゃう申し訳ないけどだからどうしようかなって迷ってんでしょそしたらここだけやってください井坂さんじゃあこの2さんか3回やるということはこの細かいところ出てもできないですよねいいですそれで、うん、捨てる勇気ってやつですね,ね要するにこの2か3っていうのを徹底的にやるとピンポイントで取れる問題が増えるんですよ結果的に合格するんですこの枝葉の部分、うん、まあ4問に1問は当たるんですよ勘でも全部でもただね4つのうちえ1つ選べ で4つとも全部全然わかんないってあんまり実はないんですよね1つ切れれば33%正答率上がるんです2つ切れれば50%なんですそういうの増やしていけばわかんない問題も正答率上がるんですよっていうことを考えると本当に取れる問題をしっかり2と3のところを徹底的にやる方が早く確実に合格点に行くようになるんですだから真面目に満点狙って勉強する人ほどえ合格はしにくくなるというだからね 満点狙ったるっていうその意気込みはいいけど本当に満点狙うう勉強は絶対ダメだよっていうのはこちらなんですじゃあその時にね、まあ、どんな感じでやってるかっていうのがここ出てますが、まあ後で見てくださいまずはザザッとね「虎の巻」ってレクナの一冊本のやつなんですけどねそれで一通りザザッとやって深くやらないであとは早く問題集をやるっていうねで問題集をやることによってそのザザッと入れたその感覚で問題集をやって問題集の解説で引き上げていくという。 でその問題集の解説はこののレックの動くも絶対いいです、うん、私いろんなね学校とかいろんな会社の解説見てますけどこの動くもんの解説はやっぱりいいです。とても、うん、い,いい解説ですあの手前味噌ですか、まあレックの講師だって別にレックにがっつり社員で雇われてんじゃねえもう外,外部の講師ですからねそれでもやっぱりこうレックの人間がレックビーになりそうですがもう別に匹きしてません。どう見ても客観的見てもこの動くもんは解説いい本です。 やっぱりレックって昔からその法律のね資格のやっぱり専門の学校なんでねやっぱりねいいよくうまく書けてるなっていう感じは私はするんですけどね、うん、だからこの動くも過書くもだしで引き上げていけばまあこれまだから絶対やっちゃいけないのはテキストインプットの隅々まで線塗って何度も何度も読んで何度も何度も読む何度も読むのはいいけど問題やらないのは最悪です。問題解かないと絶対にできるようにならないですよ試験。 当たり前です。点数を取るそれが試験ですもんね。テキストを見てテキストを丸暗記しても問題の出方を見ないと、どんなので解き方を知らないとできないんですもんね、うん。だからインプットよりも重要視はアウトプットなんですよ。で、アウトプットで問題間違えてもいいんです。人間は間違えてもいいんです。間違えてもいいんです。人間だもの。間違えてもいいんです。でもそれを修正するんです。だから問題集って。 どっちかって言うとこうです。インプットでテキストを見て覚えたことを試すっていう感覚の方がいらっしゃるんですが、違うんです。インプットやったら問題集ミんです。できてもできなくてもできなくてもいいんです。そこでできるようになればいいんだから。うん、インプットやったらすぐアウトプットある。アウトプットやることによってインプットの知識入ります。だから間違えるとあここはそうだった、バツだった、なんであそうだったって間違えることって意識残るじゃないですか。だから頭に入れる覚えるためにも。 そして、大事なところがどこなのかを認識するためにも、もうどういう問題が出てるか、どういう聞かれ方をしているのかをわかるためにも、早く問題はやってください。っていうね。そういったところの話でございます。ふーんという感じでまで見てください。で、あとですね。ここですね。法改正を学習しようというね。うところなんですけど、これ法改正学習する？その土地の4月1日。に施行されている法律で出題されます。 んだから最新の学習教材で学習する必要がありますっていうねこちらでございます。で、まあ、今年ですねあの去年2018年ほど大きくね改正でうんいっぱいあるわけではないんですけどもただそれでもやっぱり例えば皆さんがテキストいや実はね合格前にした先輩からもらったんだよねと、えー、いつのですかうん4年前だよね危ねえですよ。4年前のテキストやめた方がいいですよ。 あのこれ宅建試験って、あの例えば不動産業者の人間だったらね。あの先輩受けていいんじゃないですか？で、受かった人のテキストとか言うと何かありがたいじゃないですか。で、ただでもらえるたら嬉しいじゃないですか。なるべく自分の金使いたくないじゃないですか。で、例えば5年ぐらい前の本使うじゃないですか？5年前の本ですよ。5年前の本ですよ。相当変わってますよ。うん、特に宅建業法とか法令とか、それをで、ね、絶対受かると決めて正しい記述かどうかわかんない。テキストでやって本気になれます。 慣れないでしょこれ事故の投資なんだから別に私レックの本売れてもね私に税に一銭も入んないですよだから別にレックの本とか買わなくても私は別にどっちでもいいんですよどっちでもいいんだけど新しい方がいいですだって改正点があるからにはその年を受けるからにはその年の傾向もあるしその年の最新の情報じゃないとやる気出ますうんということです ちなみにこの虎の巻とっていうのは最新の法改正も踏まえて編集してるからね、まあ、おすすめではありますよというね、えー、ところでございます。であとはまあ次の問題はっていうところは今皆さん勉強してるという前提ではなくお話ししてるので、まあ、これは今は問題解きましょうなんてはやりませんがこれ、ね、選択肢の3以外は全部法改正に関わるし題すごいですよ。あの2018年はね宅建業法のね改正のあたりとしてね こんな改正出すかっていう、ね、すごい出たんですだからまあ、改正点ってね、あの宅建試験で昔から出やすいんですでなんで出やすいか言っときますね改正点はなんで宅建試験には出るのかあの普通の国家試験だとね改正されてから3年後とか4年後とかで出てきたりするんですよそれはなんでかというと法律が改正されましたでその改正された法律が実際にトラブルがあって それが裁判だなんだって適用があってそこからダルスっていうそういう流れのが多いんですよところが宅検試験は改正されるとそのすぐの年出てくるんですよこれはおそらくなんですけど宅検試験改正っ <laughs> ちゃんとできてくる人を合格させたいんですなんでかと宅検で合格するじゃないですか今年皆さん合格しますねおめでとうございますで合格すると取引士になるで取引士になったら重要事項の説明っていうのをやる お客さんに説明をするんです不動産の法律説明どうでしょう毎年改正が何かしらあるんですよまあ、特に税金なんていうのはちょっとの改正は必ずあるんですよそういうところをちゃんと分かってる人を合格者にさせないとまずくないですか合格したら全く勉強しませんなんていう人だらけになっちゃいますよまあ、現実に合格したら何も勉強しませんっていう人多いんですけどねでもそれでもやっぱりね改正はちゃんとやってます あの重設仕事ややるんんだっったらちゃんとやってますで賃貸だと賃貸だとあんまね竹持っててもね大して改正点やんねえんだけど倍々絡むんで倍々の重設なんてやる人は間、まあ、違いなく改正点はちゃんとやってますだから合格させる人は改正点が毎年あるっていうのを知ってその重要度を分かってる人に合格させたいっていう思いがあるからだから改正点がすぐ出る試験なんですよ。うん、であとはこれはもう予備校の話なんですね。 過去問をやるという、うん、ちょっとこれ過去問をやるっていうのがあありましたね一番下ね過去問あるので学習がしやすいみたいなね、うん、でこれ過去問というのは過去の問題ですで過去の問題は大事ですななんんんで大事かかこれれ合格者みんな過去問やれって言いませんかあのちなみに卓見試験のアドバイスで過去問は大事じゃないです過去問よりも予想問題やりましょうっていうのは絶対に感覚がおかしいやつです。うん それか過去問題事ってみんな言うから無効化を狙ってねいや過去問は過去の問題からやっぱり将来だよ予想問題だよみたいにねうん絶対違います過去問ですそれが何でか理由があります過去出た問題というのは大事なんですなんで大事かったらそもそも宅地建物取引士っていうこの資格は昔ね昭和三十三年の中なんだろうな宅地建物取引員っていうねそこから始まってるんですよでそこからずっと取引士 主任者なって取引師になってね今に至るんですけどずっと変わらない制度趣旨が重要事項の説明をやる能力があるかを測ってるという点では変わらないんですよ要はお客さんに法律的な説明をする法律の知識がないやつが法律を説明できるわけじないじゃあ重説やるための能力があるかどうかを測ってるそう思ってくださいこの試験というのはいやもちろんこの宅検というのはね転職就職に有利とかねそういった能力を測るというそういうね もののためというのもありますよ資格でやってもらうための手段かもしれませんよだけどそうじゃなくてここの試験の取題趣旨は重設というのをちゃんとできるか法律的な説明できるかどうかなんですよそれはぶれてないんですよだったら過去に出た問題というのは取引士にとって大事だから出るんでしょうそれが今年も大事なのは分かりますよね来年も10年後も20年後も大事なんですだから大事なことって その出て出て出て何度も出過ぎてるとみんなできちゃうからだん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 大事なところが広がってきてね昔と比べては今の方が難しくなってるし出題のの重要度のねうん広がりりはありますよそれでもやっぱりその過去問をやることによって過去出たところを潰すことによって今年の問題はでできるようになってんですだから過去問だけでいいぐらいなんでですす過去問で徹底的に潰すんです。 だからこの過去問を徹底潰すということで合格はするんですよ。ただ改正点の問題って改正点の問題ってどうでですす改正点だから過去問がないんですよそこでやっぱりレックとかこういう資格の学校で模試とかやりますからねそういったところで過去問にはない改正点でこういうふうに出るよとかねあとは過去には出てるのを踏まえて。 えそれで聞き方を変えて出してみるっていうのが、まあ、模擬試験とかなんですよだから、あのー、もちろんねあの過去問だけじゃなくてやっぱり新しい問題をやないとね人間というのはねもう過去問を繰り返しやれって言本当に真面目にやってるとね過去問を覚えちゃうんですね。1, 2, 3, の番が正解だったとそうすると何度繰り返しやっても意味がなくなっちゃうんでだから過去問をやる時は気をつけていただきたいのは一つ一つえ例えば×だったらこの×の足は何で×かっていう。 それを、ね、人にに説明できるぐらいになってくださいよこれ過去問をやるってね正しいものはどれかとか誤ってるものはどれかだったら一つ誤ってるものを選んで当たったよし次じゃなくてえ例えば正しいものを選べだったら3番が正しいで答えを選べるだけじゃなくてじゃあなんで124が×なのかっていう理由を入れるようにする、うん、これ過去問でやってください。であとは×の足をどこを変えたら丸になるかという練習をしてみてください。 あともう一つ丸の枝丸の足を丸の足をどこを変えたらバツにしたら他の受験生が引っかかるかっていうのを考えてみてください。自分で問題を考えるということですこれねあの丸の足をバツにする練習バツの足を丸にする練習過去問でやるとねものすごく実力上がりますよ。うん、あの丸の足を特ににバツして どうやったら罰にしたら他の人が引っかかるかなっていう視点って実は出題者なんですよそのしか視点って、うん、要は相手の視点出題者の視点になって問題というのを解いていくとこれあんままりりいらなくなくすそれは何だかって言ったら「あきっとこれ出題者はここを罰にしたかったんだろうな」とかってねその「覚えてますか?」ではなくて「 この問題は何を何を聞きたいのかなっていう視点で問題を読むというちょっとねこの発想があるといいんですよねだからあの何でもそうなんですけどね相手の視点に立つって大事なんです例えばあの営業だってお客さんの視点に立っていいものお客さんの視点に立ってこう言われると買いたくなるなっていうそのお客さんの視点に立ってこう振る舞える営業マンってやっぱできる営業マンになってると思うんですよ。自分の価値観で押し付ける えとにかく押し付けるこれ多分あんんまりいけてないようなんだと思うんですしかもそうで出題者が何を考えて出題者がどう思って出題者がなんでこういう問題なんでこういう出し方したのかな何を言いたいのかなっていうのをこのメッセージをこう読み取ろうっていうねちょっと面倒くさい感じなんだけどそういうのをやるっていうふうに考えるとこれできるようになってくるじゃあ一番そのやり方で簡単なのが「×の足を丸にするここを戻したらいいんだ」と。あとと丸の足をににするき 他の受験生がどこを変えたら一番引っかかりやすいかっていうのを考えるこれって完全に出題者の思考回路じゃないですか出題者の思考回路になるともう卓研試験はあっという間にガーンって上がれるようになりますただその出題者の思考回路になるためにもインプット、ね、要は知識を入れないとね全くできないのでそこではいこんなのがあります、うん、時間がない人と学習法資格予備校の利用で時間を活うと、うん、要は独学だとね思い込みとかで本で,でもね書いてあることを ちちょっっっと、ね、誤解してて頭に入っちゃう人っていう人んですよね、うん、だからそういうのがあるからまあ初めてやる時に、うん、学校とか来てそれで知識入れてもらってそれでやるといいんじゃないですかっていうね、うん、まあ結局このガイダンスって営業なんでね学校来てくれるようにやるんでねそれは学校来た方がいいですよっていう,うに決まってんじゃないですか、うん、だから学校に来るメリットはまずはまあ時間を金で買うってことですか 自分で読んでるとすごい時間かかる。ね、やる気モチベーションも上がりづらい。そこで学校に来ることによってモチベーション上がって、あと金使っちゃったから受からなきゃっていうねそういうメリットもありますよ。うん、であとはデメリットとしたら金がかかる。うん、なるべく安上がりしたいでしょうね。うん、でもだから何ていうんですかね。これあのいろいろ考え方あるんですけど、あの私はね別に他県試験受験の時にあの他県いらなかったんですよ。趣味の世界でやってたんですね。 うん、全然関係ない仕事やっててちょっと不動産屋の動きが怪しいから、うん、なんか他見でもせっかくだからやってみっかみたいなねそんなノリでやったんで全然必要じゃねえから別に受かっても受かんないけどどっちでもいいから、うん、それであの学校なんか行かれませんでしたでなるべく金かかんないようにねインプットのテキストは買,い買って過去問も買ったけどもうそれ以外何も買わないでねもうそれだけでずっとやってたんですけどねんでなんか調べ物があれ本屋行き,本屋,行き本屋じゃないですよあの図書館行って。 なんか詳しい本とかで調べたりねしでそんなことでやってた感じがあったんですけどねであとは学,あの学校行かないでそのこういう問題が出るんじゃないかって自分が予想してやるっていうのが好きだしあと「宅建業法は」は内容は本当つまんなかったんだけど引っ掛け問題当てゲームみたいなね なんからちょっっっとゲーム感覚でやるようにななたら面白くなってあと法律の制限なんかも町づくりって全然興味なかったけど町づくりって面白いなとんか思いながらやったらちょっと面白くなったりしてねそんな感じでモチベーション上げてやれたんでゲーム感覚でやれたからまあやれましたけどでももし自分がね不動産会社に入って宅建取らなきゃいけないとかあとどうしても宅建が欲しいといういるという状況になったらまあやっぱりお金の方がえお,金お金で払ってえ、うん、あのスムーズに合格した方が いいかもなっていう気がします。ということで、まあ、別に学校来る来ない、学校来なくて独学で受かってる人もいるわけですけど、やっぱりあの学校来た方がね。 その早くね効率的に合格レベルまで引き上げられるのは間違いないでね。ただ最後は自分自身の努力が必要なのは間違いないです学校クリア高い金額あれば受かるわけではないえ、そこのところは認識してただ効率的にやるようになるときはやっぱり学校にね予備校資格学校が一番時間は節約になるんでね、うん。そこら辺で比較考慮してご検討いただければと思いますまあ、ただ何はともあれどういう勉強を取るんですね一番大事なのはもう一度言いますが 最初にやった絶対合格すると決意することこれができなきゃやらん方がいいですこれができれば是非チャレンジして今年合格してください以上でございますはいそれではですねえー、何が何でも合格今年合格というタイトルでお話しさせていただきますが、えー、この、えー、時にね子供の合格のね皆さんのお手伝いをレッねさせていただければ、えー、非常にねうしいなと思います以上でございますはいそれでは本日のガイダンスこれで終わります皆さんお疲れ様でした